ダーラムはアメリカ合衆国オーレゴン州ワシントン郡にある都市。2000年の国勢調査による市の人口は1382人。2006年の推定人口は1400人である。ダーラムは北緯45度23分40秒整形122度45分31秒に一致している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 市の面積は1 1 k 平方メートルで、すべてが陸地である。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口1382人、528世帯、および391家族が暮らしている。人口密度は1212.7平方キロメートルである。484.4平方キロメートルの平均的な密度に552件の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人89.29%、アフリカン・アメリカン0.80%、先住民0.72%、アジア1.66%、太平洋諸島系0.36%、その他の人種3.18%、および今月、パ欠3.98%である。人口の7.81%はヒスパニック、またはラテン系である。 528世帯のうち43.2%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、56.8%は夫婦で生活している。1 4ン4は未婚の女性が接待種であり、25.8%は結婚していない。18.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、3.2%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.62人であり、結婚している家庭の場合は3.01人である。この都市内の住民は30.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.5%、25歳以上44歳以下が29.6%、45歳以上64歳以下が27.1%、 および65歳以上が5.9%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は94.1人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は87.3人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は51,806ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は64,531ベ米ドルである。 男性は59,712ベイドルに対して、女性は33,750ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は29,099ベイドルである。人口の10.8%及び、家族の10.2%の収入は貧困線、以下である。全人口のうち18歳未満の14.7%。 および65歳以上の13.7%は貧困性以下の生活を送っている。ありがとうございます。